おととし3月に閉店した静岡市葵区の静岡丸井跡地にホビーショップなどを運営する A2 が進出することが分かりました静岡市葵区にあった静岡丸井は長年若者を中心に人気を集めていましたが新型コロナによる売り上げ落ち込みの影響などでおととし3月に閉店しました。その後は空きビルとなっていましたが 今回新たにホビー商品などを取り扱う駿河屋を運営する A2 が進出することが分かりました A2 によりますと今年夏のオープンを目指し建物の1階から3階には駿河屋の本店を移転させ店舗とし4階から9階は自社のオフィスとして利用する計画です A2 の担当者は若い世代が集まる店に育て 静岡市中心街の活性化につなげていきたいと話しています。